アイドル日本をご覧の皆様、はじめまして、山内すずらんです。私はですね、今、DVD の撮影で、宮古島に来ているんですけども、初めての DVD 撮影ということで、すっごく緊張してたんですが、なんか徐々に進むにつれ、緊張感がほどけて、私の知らない私を知れるような DVD になったんじゃないかなと思っております。一番の思い出は、やっぱり、DVD の中でも初めて初挑戦になるようなことをしたりとかしたんですよ。私歌が大好きで歌をちょっと歌わせていただいたりとか、あとね、ちょっとこれ言い過ぎかもしれないんだけど、ちょっと和服が好きで、和装だからこう浴衣を着たんだけど、言っていいのかな、ダメだよね浴衣を着たんだけど、そこのロケ地がすっごく綺麗で、そのバックに、あ、これも言っていいのかな、夕日がバックにバーンって来てて、そこでちょっとあるすみたいなものをさせていただきました。もういろんなところが見どころなんだけど、あともう一つ、もう一つある、一番じゃないじゃんもう一つあって、これは本編に収録されてないんですけど、宮古島ってすっごく星がね、綺麗に見えるんですよ。その綺麗に見える写真をね、撮ったんですけど、この写真をたくさんの人にね、ぜひ見てほしいと思ったので、この DVD のイベントとか何かの特典で皆様のね、お手元に届けられるように、ちょっと今お話しさせてもらってるので、楽しみにしていてください。私の初めての DVD、 とってもとっても盛りだくさんの内容になっております。ぜひ楽しみに待っていてください。以上、山内すずらんでした。ちらっ、いらないのよこういうのはバイバーイ。一番楽しかったことは、海が大の大好きなので、ビーチで遊んだりとか、海にパシャパシャ入ったりとか、ちょっと恥ずかしかったんですけど、こうなんか好きな人と一緒に来てるっていう感じがして、すっごく楽しかったです。一番大変だったのは、夜のシーンで、なんかね、こう夜だからやっぱりこう妖艶な感じを見せたいって思って、こうひねったりとか、すごい体のグラビアならではの動きをたくさんするんですけど、もうなんせグラビアがすごい何年ぶりってぐらいなので、グラビア筋っていうんですか、こう筋肉がグラビアに備わってなくさすぎて、筋肉が痛すぎてですね、こう本編どう映ってるか分かんないんですけど、結構痛い痛いみたいな感じだったんですよ。だから本編大丈夫かな、これ心配。でもね、すごい体張ってると思います。すごいね、とにかく体張ってる、見てほしい気をつけていたことは、やっぱり体のライン、そのくびれとかお尻の形とか、それこそ胸を張るとか、こうグラビアならでは そのカメラの撮り方とかたくさんあると思うので、そうですね、そういうところ、女性らしさっていうところを気をつけていました。あとこの動画って水着っていうのがすごい初めてだったので、どうやってカメラマンさんが動くんだろう、ね、かつそれを私は彼氏だと、好きな人だと思ってずっとやっているので、なんだろう、すごいこう近くに寄られた時、うわっ近い恥ずかしいって気持ちをいかに殺すいかになくして、そういう気持ちをいかになくして、こう新しい自分を見せていくっていうところをすごく気をつけていたかなって思います。だからいろんな自分を知ってほしくて、恥ずかしさを捨てるってことを気をつけていました。家に帰ってまず最初にすることは、絶対にお風呂に早く入ります。もう帰って一発目、もう荷物置いたらお風呂に入るってことをしないと、なんかこうさっぱりしない、一日が終わったなって気がしないんですよ。なのでもうどんなに疲れてても、どんなになんだろう、お腹が空いてても、お風呂に入ってからご飯、お風呂に入ってから何かをするっていうのは絶対いいですね。こうなんかやっぱさっぱりして、ドスッピンで何かをした方がこう一人の時間を楽しめるなって思ったりします。え？違う？
違くないよね。オフの日はもう家にいるかゴルフするかですかね。本当にね、なんかあんまり欲がないんですよ私。あ、嘘ついちゃった。食欲だけは異常にあります。いや本当に私ね、これ本当にあんまり言いたくないんですけど、5食ぐらいしちゃうんですよ。本当にお腹空いちゃうの。だからお腹空いちゃうっていうか、食い意地張っちゃう。なんか例えばその家にさ、ラーメンとかストックしておくじゃん、自分で作れる。カップラーメンでもいいし、なんかお米とか冷凍しておくとまだあるなって思って食べちゃうのよ。そういうのってさ、残しておくべきじゃん、何かあった時のためとかさ。本当に遅く帰ってきて作る余裕がない、あーそしたらもう解凍して食べようとか、そういう時のために冷凍してあるのに。あるから食べちゃうんですよ。だから意味ないのよ、貯めておくの。だからその、あ、休みの日は5食するか寝てます。やばいね。デブや。よくしちゃう癖あります。これ言ったことないんですけど、人がいないことを確認すると歌っちゃうんですよ。なんか例えば家帰ってきて、マンションなんで一人暮らししてるのがね、あのエレベーター入った時に誰もいないと歌っちゃうんですよ。とかエレベーターホールが誰もいなかったら動いて歌っちゃうし、スーパーとか物を選びながら誰もいなかったら結構大きな声で歌っちゃったりするんですよ。さすがに電車の中では歌わないんですけど、これ本当やめた方がいいですよね。いや、あの結構今大きかったなって分かる瞬間はすごい見られてる時、なんかすごいこうやって見られるんですよ。あ、聞こえてんだな。分かってるんですよ、聞こえてんだな。あーって歌うんですよまた。なんかね、歌っちゃうの分かる。これいるじゃん、たまにさ電車でさ、釣り革こうやってやってる人いない、たまにいるよね。だからそれと同じ感覚、なんかこう周りをあんまり気にせずマイペースに行きがち。これ癖ですね、完全にすぐ歌っちゃうわ。ゴルフを始めたきっかけはもう本当に両親がきっかけですね。もうちっちゃい頃から両親がやってて、かつ千葉県市原市出身なんですけど、市原市が日本一のゴルフ場数を持ってるんですよ。なんでゴルフ場の中に囲まれて育ったと言っては過言ではないぐらいありふれてたんですね。だからこう自然がいっぱいの中で両親がこうゴルフしてるのをすごく近くで見てたので、あ、いいなって思ったところから始めて、で私本当にお父さんが大好き でゴルフで何か成功とかするとすぐ褒めてくれて、で大好きな、これちっちゃい頃に言うの可愛くないんですけど、大好きなアワビをこのちっちゃいやつをね買ってきてくれるんですよ、成功すると。もうそれも月に1回ぐらいの、ほんとナイスショットした時にね。ちっちゃい頃からアワビ好きとか、ほんと可愛くないですね。私このインタビューで可愛いこと言ってます、大丈夫ですか。本編は可愛いです。なんでそのなんだろうな、本当に今までゴルフずっと続けられたのは完全に両親のおかげでもあるし、もう本当に両親が大好きだし、あとこのゴルフをすることによっていろんな人と出会えることもそうだし、で今はこうして本編でもねちょっとゴルフさせていただいたりしてるんですけど、お仕事にもつながったりと、一つ一つ大切にしてきたことがこうやって DVD にもつながってるので、ゴルフに出会えたこと感謝してます。パパママありがとう。挑戦してみたいお仕事、まあ、お仕事じゃなくてもいいですかね、挑戦してみたいことがあるんですけど、本当に先ほども言った通り海がすごく大好きなので、サップとかダイビングとかやってみたくて、資格も取りたいなって思ってて、ここ宮古島で資格も取れるって聞いたので、本当にいつか来れるようになった時にプライベートで取りに行きたいなって思ってて、でサップはあのホリプロのね大先輩、もう大先輩の深田恭子さんも
やってて、写真集とかでも殺粉をこのやってるのとか後ろ姿あ超可愛いなと思ったんで真似したいなってところからなんですけど、もう大好きなんでフカキョンさんなので、ちょっとしたところから真似していこうかなって思ってます。運動神経はいい方なの で体幹もあると思うんですよ、ゴルフしてるから。なのでいけると思うんですよ、サップだから挑戦してみたいなって思ってます。うん、皆さん最後までご覧いただき誠にありがとうございました。初めての DVD、 そしてすっごく久しぶりのグラビア撮影でしたが、皆様にたくさんたくさん私の愛が届けられるような DVD になってると思います。そして見てるあなたが私の彼としてしっかりその目線で見てもらいたいなと思っております。いっぱい恥ずかしい気持ちを押し抑えて恥ずかしい気持ちを抑えてあなたにいっぱい愛を届けました。なので楽しみにしていてください。あとね、私ねお尻がいいらしいよ、だからそこも見てね。よろしくお願いします。